藤田和也、藤田和也、藤田和也、1982年7月3日体は、徳島県鳴門市出身のプロ野球選手、内野手、右投げ左打、東北楽天ゴールデンイーグルス所属、愛称は、藤田プロ。徳島県立鳴門第一高等学校を経て、近畿大学に進学。関西学生野球リーグ通算十二試合出場、六十六。 打数92アンダー、ダ打率、346、0本類二24打点。首位打者2回、ベスト内に有撃で4回、137打席連続無三振という記録も残す。のドラフト4巡目で横浜ベイスターズに入団。背番号は、23。7月27日の中日ドラゴンズ戦、山形県野球場に、延長12回に、 ダイソーでプロ初出場。9月1日の広島東洋カープ戦、横浜スタジアムで7番3塁手で初スタメン出場を果たし、4回の第2打席でトム・デービーからレフト前へプロ初安打を放った。内川誠一らの不調で9月以降、2番2塁手でスタメン起用されることが多くなった。この年は自己最多の65試合に出場したが、打率は 203と振るわなかった。9月7日の広島戦、下関球場では、試合後のお立ち台に立ち、今日は、下関での試合ですが、このご夕食は何食べますかというアナウンサーの問いに大きな声で、ふぐ食べす。と答え、球団発祥の地である下関のファンを沸かせた。読売ジャイアンツから移籍した、西と久が二類のレギュラーに定着したことや、 俊足内野手の野中慎吾の台頭もあり、前年より出場機会を減らした。不調の石井拓郎に代わって遊撃を守る機会も増えたが、逸話期間中に代表選手としてチームを離れた村田修一に代わって三塁を守った石川雄洋が活躍し、村田の復帰後も石川がそのまま遊撃を守るようになったため、西が怪我で離脱した後は二塁を多く守った。 レギュラー二類種の二種が開幕から打率1割台と、絶不調に陥ったため、5月から二類種として、スタメン起用が増える。課題とされた打撃も上達し、打率、269、チームトップの24ギガを記録した。特に東京ヤクルトスワローズ戦では打率、333、24安打と好成績を残した。守備でも二類98試合、三塁13試合、 遊撃22試合を守り、総失作数はわずか6と安定した成績を残した。新加入したホセカスティーヨが2類に定着したため、主に2類や遊撃の石川の控えとして起用される。前年よりも出場機会を減らしたものの、打率では自己最高の成績を残した。11月23日、自身のブログにて結婚を発表した。 対談したカスティーヨと入れ替わる形で加入した渡辺直人が二類のレギュラーに定着し、藤田は主に二類の控えとして起用された。打席数も前年程度に止まったが、規定打席未満ながら打率303を記録し、守備でもシーズン無失策を達成した。シーズン途中の6月24日に、東北楽天ゴールデンイーグルスの内村健介との 交換トレードが発表された。背番号は交換相手の内村が着用していた。6。移籍直後の6月26日の北海道日本ハームファイターズ戦東京ドームに9番二塁手で先発出場し楽天デビューを果たす。移籍後しばらくは主に守備固めとして出場し、松井和夫の離脱時には遊撃手として先発出場するなどしていたが、 増田慎太郎が先線離脱し、それまで二塁手を務めていた銀次が三塁手に回ったと、で二塁のポジションが空いたため、レギュラーを確保。守備のみならず打率。308をマークするなど、打撃でも活躍を見せた。移籍二年目ながら、キャプテンの松井から副キャプテンに任命される。開幕から、二番二塁手として定着し、プロ九年目にして、 自身初の規定打席に到達。持ち前の守備力で攻守を連発し、監督の星の背に力は、シーズンで10勝以上の価値があったと評されるなど、絶大な信頼を得た。自身初めての出場となった、日本シリーズでも、攻守で活躍。チーム初のリーグ優勝、日本一に大きく貢献し、ベストナイン、ゴールデングラブ賞を初受賞した。1月31日に、 選手会長に就任する。自身初のレギュラーシーズン全試合出場を果たし、ベストナイン、ゴールデングラブ賞を2年連続で受賞した。開幕戦は9番でスタメンだったが、打撃が好調だったこともあり、去年と同じく2番、そして3番や5番など、クリーンアップを打つことも多くあった。5月22日の埼玉西部ライオンズ戦では、疲労を考慮して、指名打者として出場し、 ミゲルメヒアから人生初の満塁本塁打を放った。6月20日の千葉ロッテマリーンズ戦でナイアアンダを打った際、走塁で足を負傷、肉離れと診断され、翌日に登録を抹消された。7月31日に復帰すると、怪我の影響を考慮してかサードでの起用が増えた。8月29日の西部戦では、野上良美学から今年2本目の満塁本塁打を放った。 今シーズンの満塁での成績は10打数6安打に、本塁が18打点と、勝負強さが光った。9月29日に支給を受け途中交代。その後は、試合に出ず、10月2日に登録を抹消された。4月に、左肋骨を骨折し、約1ヶ月離脱したが、120試合に出場。打率2割6分5厘、46打点の成績を、残した。 また得点券打率はリーグトップの3割3部、自身3度目のゴールデングラブ賞を獲得。オフには取得していた海外 FA 権は行使せずに新たに推定年俸1億1000万円、現状維持の2年契約を結んだ。2013年以降では初めて開幕スタメンの座を逃した。二類種としての出場は94試合でチーム最多だったが、 そのうちの先発出場は60試合に止まり、同一での先発出場が80試合に立ちた、臨時の守備固めとして起用されることも多かった。出場機会を減らすとともに、得点圏打率も2割3分9輪となりを潜める。一方で、8月末以降は、遊撃手のレギュラーである、モテギエ郎ゴローの怪我と、不審あって、14試合ながら4年ぶりに遊撃手として出場した。 二類種、遊撃種、三類種と複数ポジションをこなし、2013年5月には、テレビ番組で、二種としひさに、日本一守備がうまい選手と、その守備力を評されている。最も多く出場した二類種での守備率は通算、993。2011年にはシーズンを通して、無失策を記録するなど安定した成績を残している。肩はそれほど強くなく、 また本人曰く体も硬いというが、小中学校時代からバウンドが不規則な軟式球で壁当てを続けたことでグラブ裁きが上達したという。守備位置についてはバッテリーの配球、打者の傾向によって一球ごとにずらしているが、データには頼らず感覚や記憶を頼りにポジショニングを決めるタイプだと語っている。プロ入りの際の入団会見では横浜の牛若丸と言われたいと語り、 ファンからも、そのように呼ばれるようになる、横浜時代の応援歌にも、浜の牛若丸という歌詞が入っている。守備の名手であること、また名字と引っ掛け、チームメイトからは、ジーターと呼ばれている。ボール球スイング率が高く選球眼に課題を残すが、空振りは少なく三振も少ない。2013年は、パリーグ規定打席到達編集最小の支球数、三振数を記録した。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。